まあ、だからクラブっていうものはグラウンドとクラブハウスだってクラブ、はい、クラブだから、はい、まあ、やっぱり俺は文化はハートに宿るんですよ、うんうん、YouTube も俺が出るといいんですか出てくるんですか出るよ、いや超嬉しいんだけど、すげえな。これがあれですね。ケイさんがやるって言って。ん？全国リーグ戦を広めようっていう。あ、プレミアでしょ。はい、あ、そうそう。この前もね、それちょっとクラブハウスだけちょっと話をして。じゃあ。じゃあ。トノさん。もう見ちゃった。見ちゃった。見ちゃった。はい。森さんいますか？森さんあります。あ、でも今レッシュ。あ、アンダー8。見てもいいですか？第一館のフッチっていうすぐそばの、これチップ引かないパターンもさ、引かないんじゃないですかね。すげえ、マジでチップ引かないパターン、ま、後から巻くの、巻くな、あーあーそうね、動画見ました、見た見た、ここここだもん、ほとんどここで撮ってるもんね、小沢さんもしあとなんか俺河野さんも YouTube やってるし、多分今あんまさ最近更新しないけど、そっちの方でも小沢さんで撮って、そっちはホテルでやってたもん、多分小沢さんの一郎、へえ。ああ、アーセナルね。おう！風しばんねえじゃん。太陽大丈夫？コウさん、どっちでしたっけ？小沢さんの時こっちでしたっけ？よろしくお願いします。よろしくお願いします。それとあの、今日はですね、小沢の市川ガナーズに来ております。よろしくお願いします。コウノさんに応援に来ました。ついに、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは初めにですね、ちょっとお土産がありまして、もう手土産取ってるちょっと、T シャツを、ありがとうございます。あと、大志郎と、みの君のその、ね、有名なパート T シャツ、ね。で、今日今回ですね、このさんの方に、来させていただいたのはですね、まあ、サッカーコンサルっていうところで、チームの運営と、されてるんですけども、その僕もそのゴールキーパーコーチとして今、FC フォルマーレ熊本っていうチームに所属しておりまして、はい、すごくこう近藤さんのされてることをすごくこう、追っかけたいというか形として、参考にする部分がたくさんありましたので、はい、直接ですねお話を、聞きたいっていうのもあって、うん、一番はお会いしたいっていうのがもちろんそうなんですけど、あ、いろいろお話を聞かせていただきたいなと思っています。まず最初にですね、うちもですね構想として、熊本なんですけども、最終的には市川ガナーさんみたいに専用のグラウンドを持ってっていうところで、はい、今構想進めてるんですけども、ちょっとコロナで少しこううまく計画が進めないっていう部分があってですね、はい、よろしければそのグラウンド開設にその至ったその経緯みたいなのをファウンドを募ってその作られファウンドからファウンドを作ってグラウンド建設にその至っているところなんですけども、その辺をこう少しこう詳しく聞いていきたくてですね、はい、経緯をぜひお伺いできたらなと思ってるんですけども、はい、まあ長くなっちゃうんですけど、まあ、できるだけ簡潔に言うと、はい、
まあ、この場所にその空き地があって、はい、まあ、それを市の土地だったんですけども、はいはい、そこに、まあ、サッカー場を作って、まあ、それに対してファンドを作って、出資者の方がいて、それを僕がアーセナルサッカースクールを運営することによって利益を出してファンドにお金を返していって、そうすると市は何もなかったところに、うんうん、グラウンドができ、はい、土地の賃借料が入り、でファンドの方は利息を得て、で僕も民間の会社として利益を出し、で子供たちは喜び、この関わる4社がみんな幸せになる、うんうん、これが空き地のままだったら何も生み出さないけど、はいはい、その PFI っていう手法を用いることによって、はいはい、まあ、空き地を、まあ、宝の山に変えるじゃないけど、うん、まあ、みんなにとって幸せな空間に変えることが、まあ、できて、それで作ってからちょうど、7年経って8年目に入ったと思います。はいはい、それは熊本でもそのトライしようと思ったと思う。PFI という手法はもともとイギリスで生まれた手法で、財政改革の、はいはいはい、まあ、法律だですよね、もともと PFI というのは、はい、それを、まあ、世界中に広がって、まあ、日本でも PFI を使って、はい、まあ、いろんな施設ができたりはもう現実できてるんですけど、はい、まだスポーツ施設という面では、まあ、まだまだ少ないですね。ただもちろん行政が持っている土地を PFI で活用するっていう、うん、まあ、公園 PFI とか、まあ、含めて行政を持っている土地を活用するっていう意味では、まあ、まだまだやれる可能性のある場所はたくさんあるとは思います。はい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 、特にその、まあ、地方でその例えばその土地が結構有効活用されてないような場所があれば、そうですね、だから自治体が持っているような、はい、土地で使ってない土地っていうのは、うんうん、その可能性がもちろんあると思うけど、ただもちろん土地があればいいわけじゃなくて、うんうん、例えばここだったらもしその土地が、はい、駅前の本当に一等地で、はいはいはい、まあ、要はサッカー場って経済的に見たら一番経済効率悪いんですよ、うんうんうん、まあ、フルピッチで1万平方メートル必要なんですけど、はいはい、そうなると1万平方メートルも使っときながらサッカー場にしか使えないんです、うんうんうん、これを駐車場と兼用とかできないんですよ。確かに、はいはい、グラウンドが空いてるときに車を入れることができないじゃないですか、はいはい、荒れちゃうから、はい、そうなるとサッカーしか使えないんですよね。そうなると、うん、子供たちが帰ってくる4時ぐらいからしか使えないんですよ。だから多くのサッカー場って平日の4時ぐらいまで、はい、夕方4時ぐらいまで使ってない。そうですね、有効活用という意味ではですね。でもそれは経済的に見たらものすごくもったいなくて、はいはい、お金を生み出せないんですよ、はいはい、だからこんな1万平米も、ね、とてつもなくでかいものを作っときながらお金を生み出せないんですよ、サッカー場って、うんうん、だから民間のサッカー場っていうのは本当に少ないんです、はいはい、要は経済効率が悪すぎる。特にもう関東圏の土地が高いエリアに1万平米を買ったら何十億もかかって、はいはい、その何十億を要は焼却できないじゃないですか、うん、だから現実にないんですよ。なのでただそれが例えばさっき言ったようにちょっとだからそれが駅前の本当に一等地であったら、はいはい、そのサッカー場を作るんだったらもうマンションでも建ててもっと収益が上がるものにな、はいはい、されちゃうんですよ、ね、はい、逆に、はい、でここもだからちょっと離れた場所だからそれになりたなるんですね。で今度逆に例えば地方で例えばそれをやろうとした時にじゃあ1万平米の土地を PFI 使ってやります、うんうん、でも建設費って、うん、全国どこもそんなに変わらないんですよ、はいはいはい、北海道だろうが九州だろうが関東だろうが、まあ、例えば、まあ、1億円前後かかるわけですよ、はいはい、フルピッチによって、はいはい、まあ、そこにクラブハウスだったり照明とかによっても変わるけど、まあ、1億とか1億5000とかの範囲の中でかかるわけじゃないですか、はいはい、
だけど過疎地域で子供が全然いない場所でそんなことをやったって、うん、確かに結局もうお金を回収、資金回収できないじゃないですか。やっぱり人口がいて、あの1億5000万円を1億から1億5000万円のお金を投資するわけだから、はい、やっぱりそれを回収して返済していかなきゃいけないとなると、やっぱり利益を出していかなきゃいけないから、うんうん、人口的にある程度いるところじゃなきゃダメだし、さらにあの月謝が、3000円の少年団ですみたいなことはできないですよ、はいはいはい、だから高収益にもしていかなきゃいけないし、利益が上がるようにしていかなきゃいけない。だから会費ができるだけ高く設定するために、やっぱりそのクラブのやっぱ価値を高めて、会費も高く設定して利益を上げるようにしていかないと、その1億5000万円お金返していけないじゃないですか。そこのいろんな条件やっぱクリアして、だから何でもかんでもいい PMI でできるわけではない、はいはい、だからやっぱり最終的には高収益のクラブを運営しない限り、そこでお金を回すのは難しいんです、うん、はいはい。そこで付随してですね、よく河野さんの動画とかを 見るとですね、その選手の移籍の話とか、はい、よく見るんですけども、で僕もですね、オーストラリアで2年ぐらいプレーをした中でですね、その結構専有のグラウンド持ってて、クラブハウスをちゃんと持ってて、でも選手は25人ぐらいでって、でカテゴリーちゃんと持っててっていうクラブが結構オーストラリアの、そんなに僕も2部とか3部ぐらいのチームだったんですけども、そういうチームが結構多かったんですけども、はい、そういうクラブってその選手のなんか収益以外でもなんかこうやってるのか、河野さんヨーロッパでいろいろ行かれた中で、はい、そういったモデルみたいなのをいろいろ見てこられていると思うんですけど、はい、そのクラブ会員以外でもそういったものなんかやって、そうやって成り立っているのかと。そうです。いやだからまあもちろんそのスポンサーだったり、はいはい、そのまあ地域の自治体がお金出したりとか含めて、多くはまあボランティアでやってるところもいるし、はい、まあ、上はまあトップがプロのチームの参加で、はい、その収益で回してるところもちょっとあるんだし、だからその一つの同じ形態が全ての国でやってるわけじゃないから、その国ごとの意見があるとは思うけど、はい、まあ、基本的にそのクラブっていうものがその U7-8 とかから U19 ぐらいまで、まあ、一つのクラブで全部つながってるところがたくさんあるし、はい、日本の場合は特殊で、はい、それが633制の中で、はい、U12、15、18のところに分かれ目ができてしまうんだけど、これ特殊、海外から見たら特殊な状況じゃないですか、はい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 、だから U12 だけのクラブとかが、うん、まあ、今日本には9戦チームあるんですよ、はいはい、4種のトーナメントね、はい、でまあ3種中学生年代だともうクラブっていうことで言うと約1400のクラブがあるのかな、はい、だからそのもうジュニアユースだけのクラブがジュニアとジュニアユースで、 U18 になるといきなりクラブって130、40ぐらいしかなくなっちゃうんですよ、はい、ほとんど高校になって、高体連がだから4000校、はいはい、4000校に対して2種がクラブが130、うちはその一つですけど、だから日本って本当に世界から見たら特殊な状況なんですよ、うん、だから下から全部つながってるクラブがないんですね、うん、ほとんど、うんうん、だからヨーロッパ型のそのクラブって僕が10代の頃から過ごしたヨーロッパではそのクラブと名前がつけば5部だろうか6部だろうか全部グラウンドがあってクラブハウスがある、はいはい、それがクラブの定義だから、はい、そのグラウンドを持たないクラブはないんですよ。まあ、だからクラブっていうものはグラウンドとクラブハウスがあってクラブだから、はい、ジプシー、日本のようなジプシーのようにヤドカリのようなクラブは、はいはい、まあ、少ないんじゃないですか。どっちかというともうそっちは少数派で基本的にはクラブハウスを全員して、いや、どんなちっちゃなクラブでもグラウンドがあって、いやだとオーストラリアもそうです、はいはい、いやだからそのクラブの文化とかクラブの雰囲気とか
まあ今うち夕方だけど、はい、子供がどんどんいますけど、はい、そのうちらしさとかそのクラブの空気っていうのは、やっぱり俺は文化はハードに宿るんですよ、うんうん、ハードがあるから、うん、そこにあのクラブの文化とか、はい、クラブらしさとか、その、まあ、英語で言えばアトモスピーね、はい、だからその雰囲気とか、はい、そういうものはやっぱハードが大事なんですよ。なるほど。本当にね。だから僕はそのハードの大事さが日本では、まあ、これまでおそかにされてきてると感じてるし、はいはいはい、まあ、JFL とか、まあ、関東リーグのクラブなんかでも、まあ、自前でグラウンド持ってるところってほとんどないじゃないですか、はいはいはい、まあ、関東リーグは特にそうだけど、はい、なんか、まあ、ちょっと用語って呼ばれていくと、ちょっと時間が過ぎちゃうと、もう跡形もなくいなくなって、次に入れ替わりの子供たちがいて、はいはい、そのチームらしさ、チーム痕跡や一つもない状態になっちゃうんじゃないですか。そうなると本当にそのクラブらしさとか雰囲気とか難しいじゃないですか、はい、その場所に人が来てそこでコミュニティをなんか作るっていうか、ね、いやだからもちろんしょうがない部分はあると思う、はい、日本は土地が高くいろいろだけどやっぱりその自前のブランドを持って、はい、その活動することの価値って俺はもっともっとみんなに知ってほしいと思うし、うん、やっぱりもっとみんながなんだろうその情熱を、はい、そのハードのリソースに注いでほしいなっていう気持ちはあるんです。だってもっとみんながだからハードを持つことに力を入れてもらえれば、はい、いやもっとこの環境は改善できるんじゃないかなってずっと感じています、うん、だから、はい、でも俺はまさにもう超高齢化社会に突入した日本にこそ必要なものだと思ってるんです。だそれはだから仕組みってすごいんですよ。その仕組みさえ作ってしまえばあと選手を勝手にやるんですよ。はい、いかがだったでしょうか。ついにですね、市川ガナーズ、そして河野さんにですね、お会いすることができました。2年前の原敏にですね、教えてやりたいですね、お前河野さんと実際に会うけん ねすごい、貴重なお時間を、いただけましたので、また次回以降のですね、動画も楽しみいただければと思います。チャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。もったいない。